まあ、綺麗な花なんかを見てね、そして感動する人はもう素晴らしいと思って感動するし、感動しないやつは見て、へえ、コスモス咲いてやがらって、それぐらいどうしない。ところが感動する人はですね、そのコスモスの一輪の花の中に無限の世界ってものを見てるわけですよね。人間って変なもんで、ちょっとしたことでね、自分の中の、なんていうか、エンジン全部がフル回転始めたりするし、フル回転しない人はいくらも叩かれても蹴飛ばされても動かないでしょう。で、完全に動いてるとき、全機嫌。生が全機嫌というとき、全生安っていう名前出てくるんですね。知るべし自己に無量の法ある中に、自分の中に無量の存在がある中で、生があり死がある、静かに資料すべし、今この生および生と共に生じたところのさまざまの存在は、手法は、生に共なりとやせん、生に共ならずとやせん、生と一緒であるとしようか、生と一緒でないとしようか、一時一方として生に伴ならざることはない、みんな生というものと一緒なのだ、一時一心として生に伴ならざるものはないのだ。生というのは例えば人が船に乗った時のようなものだ。この船は我法を使い我舵を取れり、我竿を刺すといえども、船我を乗せて船の他に我なし、船と我とは一つだ。我船に乗りてこの船をも船ならしの、自分がこの船に乗るから船も船になる。そうそうですね、人が乗っていない船なんてものは船じゃないんだからね。だから自分が乗って初めて船も船になる。この小刀陰文字、まさにその時節というものを工夫参学すべし。この小刀陰文字には船の世界にあらざることなし、すべてが船の世界になる。天も水も岸もみんな船の時節になる。さらに船にあらざる時節と同じからず、船を離れて存在するということはないのだ。この家に小は私が小ぜしむるのだ、我をば小が我ならしめるのだ。船に乗るのには心身衣装、自分も身も心も環境もみんな共に、これは船の働きだ。人大地人国共にこれ船の働きだ。小なる我、我なる小、それはちょうど人と船の働きのようなものだ。私はこの前期の巻を最初にこう読めた時と今とちょっとこう感じが違うんですけれども、その感じが違うきっかけになったのは、この立花隆という人が書いた宇宙からの帰還という本なんですね。これは中央公論社から出た非常に素晴らしい本ですが、宇宙飛行士たちが宇宙へ行って、それで宇宙から戻ってくる、戻ってくるとかつての自分とは違ってしまうっていうんですね。もう一人として同じ人間はいないっていうんです。全ての宇宙飛行士が何らかの点で変わってきている。その変わり方がですね、普通この地上で生活している人間の変わり方とはもう全く違う。まあ結論から言えば非常に宗教的になるっていうんですね。このアメリカの宇宙飛行士というのは選抜するときに宗教は何かってこう聞くんですね。その宗教は何かっていうことはキリスト教か仏教かなんてことを聞いてはいないんですよ。もうアメリカではクリスチャンというのが大前提ですから、だから警察に捕まってクリスチャンネームがない人はもうチェックされちゃうんですね。だから彼らの名前は生まれた時の名前とクリスチャンネームと姓と3つあるわけですよ。でこれが本当の普通の市民なんですよ。ところがたまたまクリスチャンネーム、洗礼受けてないとクリスチャンネームがない。そうするとなぜクリスチャンネームがないかということだけでチェックされちゃう。
それぐらいですから、宇宙飛行士にお前の宗教はって聞かれたら、それはキリスト教の何派に属しているかということを聞かれるわけですね。ところがクリスチャンの中にはこう信仰心のない人がいるわけだ。で、彼らしかし宇宙船には乗りたいわけだから、なんとかしてそこのとこごまかすわけですよね。そのごまかし方が都の中に書いてあって面白いんですけどもね、質問したやつが錯覚を起こすような返事をするんです。さすが宇宙飛行士になるだけあって、みんな上手にねごまかしてますけども、そういうことをしてでもやっぱり宇宙船に乗りたいわけ。それで乗って宇宙に出る。そうすると今までね全く宗教に関心のなかった人たちが全部宗教というものに関心を持つようになる。中には伝道者になった人もいる。まあそういう宇宙飛行士について、帰ってきて何を考えたかというのを立花隆がインタビューしているんですがね、それがもう非常に面白いんですけども、この彼らが乗ったのは宇宙船で、これ一つのシップ船ですね。それで道元さんがここで行っている船というのも同じことだよね。ただ道元さんが行っている船は普通その辺の川や海に浮かんでいる船とは違うということが明らかでしょ。でそれは我々が使う船とは違う意味の船だということで、それはつまり船というこの概念に関してもすでに大地を超えてるわけですよ。だからいつも自分たちが見ている船を連想している人には道元のこの文章はわからないわけ。そういう点から言えば宇宙船というのは我々の想像、我々のこう考えを飛び越えちゃってるよね。例えば宇宙船というのはこう宇宙に出てしまうと上とか下とかいう観念がなくなってしまう。もう本当なくなっちゃう。我々は地球に引力があるからこの上に立っている。そして上があり下があり、だから上に天があり下に地があるっていう考える。だから天に星あり人に何々ありというのは、本当言えばね、それは自分が地球の上に生きているという限定そのものなんで、本当はそれじゃいけないんだよね。それじゃあ西郷隆盛が天は人の上に人を作らず、人の下、福沢諭吉か、人の下に人を作らずと言った、ああいうことだって、我々がこう日常の生活の中で考える意味と本当の意味というのはどうも少し違っているような気がするね。でその違いってどこから出てくるかというと、つまり私たちはこの日常生活していて、船というものを見、天というものを見、地というものを見ている、こういうことをいっぺんこう飛び出さないとわからないわけね。その拉致を超えないと。で拉致ってなかなか超えられない。で僕はその消防現像を読んでいて時々びっくりするのはですね、宇宙飛行士が地球を出発しちゃって宇宙をこう漂流しているときに宇宙を見ているような感覚というものを道元さんが持っているということなんです。とても地上にいて人間を見たりしているんじゃないなっていう感じがするんで、これは空海の場合でも同じことですよね。そうするとああいう人たちはどこでそういう感覚を得ているのかね。もし我々が酸素を非常にたくさん供給されたらそういう感じを受けるかどうかというと、ちょっと体験ですね。酸素ボンベをしょっちゅうこう書斎にこうやれば変わってくるかしらね。どうもあんまり変わりそうもないですね。酸素供給過多なんていうんで頭おかしくなったりするんじゃないかしら。なんかものすごく冴えているんですね。でこの中の いくつかをちょっと今紹介してみますとね、もう僕はこの人の名前も本当知らなかったんですけど、バックミンスター・フラーという人がボストンにいるんですってね。この人は数学者で建築家で思想家で詩人で、もうすごい人なんですね。現代のレオナルド・ダ・ヴィンチと言われている人だそうですけども、この人とラッセル・シュワイカートというアポロ9号の、搭乗飛行士とがテレビで対談をしているんです。その時にシュワイカートがですね、自分の宇宙体験を一生懸命喋っていたら、その時に彼は無意識に上とか下とかいう言葉をねたびたび使ったんですって。下界ではどうだったけども上に行ったらとかね、こういう使い方をしていたら、そのフラーがこう言ったって言うんです。あんたはまだまだ地球ショービニストだね、シ
ショービニストっていうのは英語で排他的狂信的な愛国主義者っていう意味で、その地球が可愛くて可愛くて仕方がない、そういう主義、ショービニスト、あんたはその地球ショービニストだって言うんですよ。で、上とか下とかいうのは地球空間においては最も基礎的な概念だけども、宇宙空間においては上も下も存在しない、縦と横も存在しない、宇宙空間には縦も横もない、宇宙空間に出れば高いとか低いとかいうこともない、ただあるのは近い遠いというのは意味がある、高い低いというのは意味がない、こういうふうなことをこう言うんです。そして対談の途中にですね、サラサラサラっと紙に詩を書くんですが、その詩がですねすごいんですよね。それぞれの人にとって環境とは私を除いて存在する全てであるに違いない、それに対して宇宙は私を含んで存在する全てであるに違いない、環境と宇宙の間のたった一つの違いは私だ、見る人、なす人、考える人、愛する人、受ける人である私、その私以外の全てというのが地上の考え方、その私を含んでの全てというのが宇宙の考え方、こういう詩をですね対談の途中さらさらっと書いて、それをそのシュワイカートに渡した。ラッセル・シュワイカートはこれ今でもね肌身肌さ持ってるそうですよ。これによってシュワイカートは目を開けられたらしいですね。まあ、こういうふうなことが書いてる。それからソ連のガガーリンという人が初めて宇宙空間に出た時、地球は青かったと言っている。その青さというのは大気と水が作り出したものだ。水の青さは分かるとしても、大気が青く見えるのは大気が青い色の波長の光を散乱する性格を持っているからだ。だから地上から晴れた空を見上げると青く見えるのと同じように、宇宙空間から地球を見ても大気圏が青く見える。つまり地球の青さとは水圏と気圏から構成されたバイオスフィアが持つ青さなのだ。バイオスフィア、スフィアというのはこう世界ですね、生命圏、生命圏というのは水圏と気圏からです。人間の体って海の構成に非常によく似てるそうですね。だから人間そのものが結局海と同じ構造を持っていて、だから海の上浮かんでいる船みたいなものなんですね。人間そのものが船みたいなものなんです。でそういうものがいっぱいいるこの地球を外から見ると、その地球は水とそして空気とに包まれている。でそれは宇宙から見ると青く見える。でそれはバイオスフィア、生命圏だ。でその宇宙に出るとそういうそのバイオスフィアを持ったその、天体というものはないっていうんですね。だ青く見えるのは地球だけなんだ。で地球に生命があり、船の中に自分の生命がある。でそれを結ぶ糸というのは非常に細くて、それでちょっと間違えばもうそこには帰れない。もうそういう時に宇宙飛行士たちはその地球に対するね、もうなんていうかものすごい死母の念というものを持つらしいですね。それは砂漠に、砂漠を旅していて、そしてオアシスとか人間が住んでいるとかに対する非常にこう懐かしさを感じるようなもんでしょうね。もっとすごいでしょうね。そしてその地球の青さっていうのはどんな写真撮っても写せないっていうんです。あれは見たもんでないとわからない。そういうの本当見てみたいですね。もう私たちはこう地上のその青い海とか空を見て、うわーこんなの生まれて初めて見たなんて言ってるけど、そういう青さよりももっと違う青さなんですね。でそれをいっぺん見たらもうダメなんです。なんていうか非常に宗教的になっちゃうんです。だとすると人間というのはやっぱりあれですね、日常生活の中でとても普通の人間がこう見ないような素晴らしいその青い美しいものというのを見る必要があるんでしょうね。だから海で生活したり高い山の上で生活している人たちが我々とは違ったこうなんか俗習みたいなのを持っていないのはね、そういうことかもしれませんね。
つまり大気の青さとか水の青さというのは我々にそのバイオスフィアというものを感じさせ、そしてそれがなかったら我々は生きられない。その生きられないそのバイオスフィアを誰が作ったか、もう神様が作ったとしか考えられないっていうの。それである宇宙飛行士はその宇宙船に乗っていて、こういろんな障害が起きるんだそうですね。こう糸がこう引っ張ると弁がこう開いて どうこうするという操作があるんですって。でその糸は切れるはずがないのに切れちゃうんですってね。で切れた瞬間にどうするかってこう考える。でそれを地上にいる基地に問い合わせて、でどうしたらいいかというんじゃ間に合わないんですね。それでも瞬間的にどうしたらいいですかって言って神様に聞くんですよね。そうすると神様からすぐ返事が来る。それでこうしなさいっていう返事がしたような気がするんですよね。それでそういう声聞いたと思うからパッとこうしちゃうわけだ。その後に基地から指令が来てそうしなさい。もういつでもそうなんです。だからある宇宙飛行士は神様は確かにいらっしゃるっていう。姿は見えないけどこんなにはっきりとね、指令が来るんだからどっかにいるにそういないと思って振り向いてみるけど神様の姿は見えないって。見えないけれども確かにそこにいるって、こういう感覚は、宇宙に出るとねあるんですね。その宇宙飛行士が自分の命を託しているのは宇宙船という船でしょう。でもまあよく正確にこう降りてきますね、あれね。もういつも思うんだけど本当にすごいなと思うね。飛行機でこう飛んでいって降りてきますでしょ。一回だけ宇宙飛行士がこう基地と交信しながらこう降りていくときになんか逆噴射をしたりいろんなことするんですよね。ところがあんまり綺麗な、なんかしょんべんしたんですね。しょんべんするとそのしょんべんが小さい玉になってこう宇宙に飛んでいくの。それが宝石みたいに綺麗なんですって。それでもそれでみんな病みつきになるんですね。あんな綺麗なもの見たことがない。それであんまり綺麗なので夢中になっていてちょっと遅れちゃったんですね、その操作するのが。それで慌てて何秒か操作が遅れて、でそのために何百キロかちょっと別なところへ降りちゃったんですけどね。いやそれにしても すごいですよね。何しろ宇宙船の中では完全な酸素が供給されているので、地上で考えるよりもはるかに人間はこの大脳の働きが素晴らしいんだという説明する人がいるんだけども、それはそうかもしれないけどもね、それだけじゃ済まないと思うね。で何しろそういう面白いこと、僕はまたびっくりしたのは、この宇宙船に乗ってるとベトナムで戦争してる時のこう火器から撃つでしょう、機関銃とかなんか撃つと、その光が夜こうピカーッと光る見えるんですってね。それから万里の長城がはっきり見えるっていう。それから太陽を航行している船が見えるっていう。見えるはずないと思うんだけども見えるんですって。それから今イエス様が生まれたところを通り過ぎたなと思ったら、もうすぐお釈迦様が生まれたところを通り過ぎるっていうね。それで人間はキリスト教とか仏教とかね、いろんなことを言うけども、そんなの実にローカルでね、うん、それはみんな地球の宗教で、その宇宙から言えば本当に小さなものだっていう。僕はこの全て人間がこの地上でやってることはローカルだっていう考え方はね、すごいなと思いますね。なかなか私たちは自分たちローカルだと思ってないでしょう。特に東京に住んでる人は、田舎の人を見るとあっちはローカルでね、ローカル線なんて言ってね、もう走っても走っても儲からない鉄道が走ってるとこはローカルで、我々が走ってるとこはこうセントラルだと思ってるけども、このセントラル夏になるとね、冷房でない電車なんてのにあんなに人がたくさん入ったら死ぬような思いしてるじゃないですか。だったら地方走ってる電車窓開けっぱなしでね、野原吹風がスーッと通って3人ぐらいしか乗っていないというのは天国みたいなもんだよね。なんであっちがローカルでこっちがセントラルなんですかね。そういう時にすぐ東京の生活がセントラルで、向こうはちっちゃいのローカルだっていう、そういう考え方こそローカルですね。
もう本当にそうだと思うんだよね。私の友達には仏教の学者ってたくさんいるけど、その仏教の学者は専門に仏教の勉強してるから仏教よく分かってると思ってるのは極めてローカルな考え方ですね。それよりも地方にいるお念仏を唱えてるおばあさんの方がはるかに仏様や阿弥陀様には近いと思うよ。でもあれは無知文盲のおばあさんで、あんなものの言うことは信用できないというのが、それがセントラルの考え方ですね。これも変なもんだね。女はダメだなんちって男は偉そうなこと言うけども、その偉そうなこと言う男の顔を見るととてもこれもダメだなっていう感じするでしょ。だああいう発言するやつはローカルですね。だからそういうここで私たちがもし道元みたいな感覚を到底私たちは持つことができないから、もしここで何か教わるとすれば、自分がいろんなこう拉致を持っているからね、その拉致がいつの間にやらこう拉致でなくなってしまうような生き方したらどうかって道元さんは進めていると思うんですよ。だから男という枠にいつまでも縛られているやつは男の枠を取っ払えばいいし、取っ払えないとしたらそこすり抜けていきゃいいんだね。だから逃脱というんでしょう。なかなかこれがすり抜けられないんですね。もう肥満してると通れないでしょう。昔は娘氏といって土蔵破りがいたんですよね。昔はみんな土蔵に大金なんか入れたから、そうするとどうして娘氏っていうのか知りませんがね、その土蔵破りのことは娘氏っていうんですね。この娘氏に太ってるやつは一人もいないそうですね。それは到底考えられないな、これぐらいのその隙間から中に入るんですよね。それも関節外したりして入るんでしょうけども、もう見てるうちにこう入ってくそうですよ。もう ああいうのを見ると、もう見たわけじゃないですけど、なんかすっごいって感じするね。拉致がもう拉致でなくなっちゃってですね、ちょっとした穴さえあれば。皆さんは東大寺の大仏殿って柱の下にこう穴が開いてるんでしょう。あそこを通り抜けようとちょっと考えるけども、やっぱりやめるでしょう。でケツが引っかかったり、どっか引っかかったりして、ニッチもサッチも行かなくなったらどうしようと思うからさ、やっぱりあんな穴でさえ通り抜けられないんだけど、子供はさっと行っちゃうもんね。大人はもうね、あそこ通り抜けられなかったら恥ずかしいわなんていうらしがここできちゃってる。だから通り抜けられないんだよ。死ぬ時は苦しむんじゃないかななんていうらしを毎日毎日こう製造しちゃここに植え付けてるから、いよいよ本番で死ぬ時になるともうものすごくこう怖いと思うんですね。だったら今度はあんなとかちっとも怖くないというらちをこしらえりゃいいんでね。もうちっとも怖くない、ちっとも怖くないって、よく子供騙すじゃね、怖くないよ、ちっとも怖くないよって親が騙してるじゃないですか。ああいうふうに自分をこう騙しちゃうんじゃないですかね。人間はやっぱりね、天才と凡夫とに分かれて、天才なんてのは何万人か何十万人に一人しかいないですよ。だからあとはみんな同じなんだからさ。だからできないという点じゃね、そう大して違いしないでね、因数分解がちょっとできるかできないかぐらいで人間のうちは変わりゃしないさ。だから自分にできるんだ、何でもできるんだってこう言い聞かせてると本当にできるんじゃないですかね。でもできないことはできないんだよね。それができるやつは天才だからさ。天才の真似するとダメだけど、普通のところまでは人間はその拉致を作らないように、もしその拉致が超えられないとしたら別にそこを超えられる拉致作りゃいいんだよね。毒を持って毒を制するというよ。でも本当に一番いいのは拉致がないのが一番いいんじゃないですか。ごく普通に歩いたり、ごく普通に食べたり、ごく普通に喋ったりするということなかなか難しいですね。皆さんそこで気楽に口開けて聞いてらっしゃるけどね、ここでちょっといっぺんやってごらんなさいよ。それはもう正法現像前期の巻、本日ちょっと私やらせていただきますってね、やるとだね、もうなんて始まっちゃって、もう普段の自分とは全然違うような声やら顔やらしてね、おっぱじまるでしょう。そんなのはもう一つの拉致だからさ、もうそこから日もさっちもいかがなくなっちゃう。だから自然にできたら一番いいんじゃないかしらね。
と命のやり取りするようなところへ日本刀を腰に刺して出ていくんでも、いつもと同じようにスーッと出ていきゃ勝つんだろうけども、なかなかそれができないからね。やっぱり前の晩寝られなかったり、切られたらどうしようなんて思うから、やっぱり切られちゃうんじゃないかしらね。まあ自然にはなかなかできないですね。まあそんなことをですね、ここで考えたらいいと思います。ところでその先のところはちょっと難しすぎて、今日はあんまり申し上げたくないので、その前半のところだけで、まあ自分がこういうことを考えたらいいんじゃないかなということを考えてください。